今日は薄メイクです。りょうじさん、檻の嫁ありがとうございます。ここら辺で固めようかな。前髪マイスター、守りたいこの笑顔ありがとうございます。吉光さん、お疲れありがとうございます。ありがとう。よいしょ、固めよう。前髪固めます。固まりました。さこちゃん、おししかかたん、ありがとうございます。ありがとう。あ、びっくりした。ちょっと今からアイロンつけます。うん、まきちゃん、くまちゃん、ありがとう。うん、ユミロンちゃん、クマありがとう。ちょっと待って、さっき使ってたじゃあストレートアイロンを直します。今日はね、帰りにスタバ買ってきたの。今日発売のいちごのフラペチーノ、ちょっと30分くらい前に買ってきたからちょっとクリームが溶けてる。それを飲みながら配信しようと思います。明日はそんなに朝早くないから大丈夫だと思います。よいしょ。じゃあアイロンつけます。スタバ飲む、その間に紙ストローだ。でも大体紙ストローだよね。もうちょっと水滴が、これなんです、いちご。なんかドロドロ、うん、うん、美味しい。混ぜちゃいます。なんか溶けちゃってサラサラ。美味しい。なんかあんまりスタバでフラペチーノクリーム系の飲まないんですけど、いちごだけ毎年買っちゃうくらい好き。うん、かなちゃん、くまありがとうございます。見て、かわいいティッシュケース。ゆうちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。わ、清水のりさん優勝9個もありがとうございます。ありがとうございます。たくさん、清水のりさんありがとう。
よいしょ。ちょっとね、今日ね、三つ編みしてたから、ちょっとここら辺が、もじゃもじゃしてます。ちょっとさっきストレートかけたんですけど、ちょっとかけ足りなかった。三つ編みの跡がついてる。ふてちゃん、髪の毛伸びた？そう、私髪の毛伸びたんですよ。でも夏になったら、ちょっと切りたいなと思ってて。もうちょっと伸ばすんですけど、6月後半とかなったら切ろうかなって思ってます。なんかツインテールとかしてここら辺くらい高くくるでしょ、肩につくくらいの長さにしたいなって思って。絶対可愛い。じゃあ始めていこうかな。25分くらいになったら始めよう。ちょっともうちょっと、もうちょっと待っとこう。うん、マスター生きがいありがとうございます。でもくくって髪の毛をくくって肩につくくらいだからかなり短くしないと無理か。まあいいけどね、短くくくるから。どうせ、ういはやとさんありがとうございます。今日はソララと夜ご飯でタンタン、また間違えた、マーラータン食べました。またまたマーラータン美味しかった。今日はキクラゲ入れた。今日も今日もキクラゲ入れました。ケルさん、クマありがとうございます。もう激ハマりめっちゃ言ってます。なんかあ、そう、ソララもキクラゲ入れてた。あと私は白いキノコ、エリンギ、エリンギじゃない、えのき、えのき入れました。あと葉っぱ、緑の葉っぱ入れました。ふっくん、くまありがとうございます。私はいつも3からくらいで食べます。いつもそう、お肉系も入れた。私がいつも好きなのは軟骨の鶏団子が好きなんですけど、今日は水餃子入れました。でも軟骨の方が好きかな。なんかね、食感がいい。やっぱり私軟骨好きだわって思った。よし、じゃあ巻いていこう。いけるかな。なんかいつも内巻きにしてもらってます。まきちゃん、守りたい子の笑顔ありがとうございます。これくらい取って内巻きにしていこう。暑いかな。わ、暑っ。
私ヘアアロンで火傷したことないから多分大丈夫なんだけど、こうかな。いや合ってる。私あんまりこの縦の巻き方したことないからわかんない。なんかもっと見てくればよかった。もっとくるくるにしたらいいのか。え、どう？わかんない。合ってる？やばいやばい。なんか動かなくなっちゃった髪の毛。キッチョがね、よし、ちょっと薄い？どう？でもいつもこれをこうして、でもなんか、ま、ここがさめっちゃ巻かれてて、なんかよくわからない。まあいけてないことはないじゃない。多分毛先の方が足りないかも。でも容量はこれで合ってると思う。ちょっと巻こう。こう巻いたらね、いい感じかも。ビヨーン。お、でもいけてそう。うん、じゃあもうちょっと巻いてみます。他の毛束ももうちょっと、あとじゃあ2回で巻けるようにしたらいいのかな。これでここの毛巻いてみます。毛先から行く方がいいの？こんな感じ？やばい、ここら辺の毛が全部出てきちゃった。これは7月13日の握手会でしたいなって思って。する。やっぱね、自分でやるのとヘアメイクさんにやっていただくのはちょっと差ができてしまうかもしれないですけど、私割と器用なので、自分で言うのもあれですけど
こう見えて器用なのでできると思います。どうちょっとじわる、この姿じわる。まるさん、くまちゃん5個も5匹も、くまちゃん5個、くまちゃん 5匹ありがとう。まるさん久しぶりだ。うん、でもこれ初めてやってみたからね、練習したらできるようになるんじゃない？もうちょっと上手に。25ミリの固定？あ、これ32かも。でももうちょっと細いのあるけど、それが25かどうかはよくわからない、私には。じゃあ今度これより細い固定で巻いてみようかな。ちょっと私の毛が短いので、これ後で巻こう。中間から巻かないと無理だ。でもみんなコロネチン褒めてくれて嬉しい。7月13したら来てくれる？わっ、失敗した。ようじさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。じゃ次毛先から巻いてみよう。嬉しい、来てくれるの。超絶おすすめの部が7月13日の5部なので、みんな来てほしいです。お願いします。なんかね、ちょっと髪が長すぎるかも。もうちょっと短い方が綺麗に自分でできそう。え？ヤマシンさん、タワー？ありがとうございます。こんな片方の、こんな片方コロネで姿でごめんなさい。いいんですか、ヤマジンさん、こんな姿ですいませんね。ヤマジンさんありがとうございます。どうしていいの。ありがとうヤマジンさん、いいんです、いいの？ありがとうございます。復習させてもらおう。 MG さん、ゴールデンコマちゃんありがとうです。ありがとう。見て、初めてやってみた自分で。
じわる。ん？毛先を先に内巻きか外巻きにした後に中間巻くと綺麗な。難しいな。うん、ここ負けてない。見て、めっちゃうまくない？ここらへん、こうやってうちにうちに巻き込んでいく。いや、なんかや触れば触るほどなんか変になってきた。なんかもうなんか巻きがすごい取れちゃう。ストレートアイロンかけたからかな、巻きが薄いです。そんな私、巻きが残るタイプじゃないので、しっかりガチガチに巻かなきゃ。一番高いかも。あっん？うん？うん？あ！うん！こっち失敗。かわいい、ここだけ。ここだけかわいい。こうやってさ、なんかセーラームーンみたいなさ髪型あるよね。ここを団子にして、こんなのあるよね。でも自分じゃお団子できない。あれ、どこ行った？ん？あ、いたいたいた。かわいい。でも大丈夫、夏までにもうちょっと髪の毛切るから、7月入ったら髪の毛切るから大丈夫だと思う。もうちょっと巻きやすくなると思う。うん、北入ちゃん、くま、ありがとうございます。
そういえばひっそりとパッツンに戻してるんですけど、分け前髪とどっちが好きですか？わ、もみあげ薄めって言われた。気にしてるのにそんなこと言わないで。シコシコ。パッツン？みんなパッツン好きなんだ。でもモカは前髪分けてる方が好き。けど切ってもらったのね、前髪。そしたらなんか分け前髪にできなくなっちゃった。山爺さん、クマありがとうございます。ありがとう。くるくる。今度ヘアメイクさんにコロネツインしていただいてる動画撮りたい。その動画を TikTok にあげたい。なんかツヤツヤに見える髪の毛。ツヤツヤしてない？そんなことはないんだけど。もうね、今日ヘアオイル買いに行こうと思ってたんだけど、夜遅くなっちゃったからやめました。仕方なくマーラータンだけ食べて帰りました。明日行こうかなって思います。眠くなってきた。うん、バイク小僧さん、かっこありがとうございます。明日もマーラータン行こうか迷ってる。でここくらいでしたらかわいい。
かはハマったらそれしか食べなくなっちゃう。飽きるまでそればっかり食べちゃう。こっちもう取れちゃったよ巻き髪。でもね、ちゃんとキープしたら大丈夫だと思う。くるくるくる。こっちはなんかあんまうまくいかなかったけど、割とこっちはなんかこの高さだからかな、髪の毛が。まあできることは分かりました。こっちはなんかもう取れかけてます。ほどいちゃおう。ほら、でもこっちは上手にできました。マキちゃんめっちゃかわいい、ありがとうございます。長い、ちょっと長くて自分じゃ難しかったけど、こっちもはだいちゃったからあれだけど、でもなんかこのこれでもかわいいけどね。吉光さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。メシさんありがとうございます。ハジトさんありがとうございます。めっちゃ可愛い。だけ写したい感じ。リンリンは笑顔になるなるさん、ありがとうございます。いいのかな、この高さじゃなくて下目でくくって。うん、さなちーちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あー危ない。ここら辺でくくって、ここら辺でくるここって心にでもいいかも。プリッチーのお洋服着よ。プリッチーの私服着ます。すごい左右で違うくて恥ずかしいけど、ちょっと試して。
下でも下目の黒はねはこんな感じ。どっちが好き？下目もなんかいいね。下目高め。やばい、すごい、結構半々で分かれて。高め。オッケーです、高めにしよう。イミロンちゃん、かわいい、ありがとうございます。じゃあ今だけ下目にくくろ。ちょっと下合わせで、やばい、ほどきかけで。練習、え、下目良くない？あれ？下目いい感じなんだけど。あれ？下目いい感じなんだけど。しんこさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。たけるさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。あれ、下目可愛くないですか？ちょっとリボン持ってくる、待ってて。何のリボンにしよう。最近買ったリボン、これとか、これとかは変かな。このリボンと服が似合わないですけど。え、下目どう？え、下目良くないですか？なんか下目すごいいい気がする。あれ、めっちゃ下目いいんだけど。ちょっと違うリボン持ってくるね。下目いいかも。これだな、このリボンがいいわ。ごめん、みんな、あてちゃん下目で行くよ。
一目でいくよ。ちょっと今日はメイクが薄いのでちょっと浮いてる感ありますけど、もうちょっとメイクしたら治るっていうか馴染むかも。ようじさん、俺の夢ありがとうございます。ふとちゃんは自分の意見を押し通す人。なんかでも一番にみんなのこと考えてるよ、いつも。その言い方はないんじゃないかな。じゃあこれでいけそう。なんか何時だろう今。30分くらいで終わっちゃった。やっぱね、ツインテールはリボンあってこそですよ。直樹くんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ふっくん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。ね、もう23時だよ。みんな明日大丈夫？私もツインテールにとか思ったけど髪ボボだった。じゃあハーフツインにしよう。これは今自分でタナタンに巻いただけだから、もうちょっと動画とか見て練習したら上手になると思うよ。ウェーブのツインか、自分じゃできないかも。ウェーブってできるかな。ミックス巻きとかならできそうだけど、なんかウェーブって難しそう。今度じゃあ公園でやっていただこうかな、ウェーブのツイン。いつもね、あれ公園でやってもらってるやつ、あれなんかワンちゃんみたいな可愛いやつは、あれウェーブじゃん。ウェーブとか普通の巻き方とかいろいろしてもらってる。しかも私公園次いつだろう。でも僕の太陽小屋また出演すると思うので待っててください。練習しなきゃです。皆さんは今日何してたんですか？すごいなんかお姫様みたい。
校？お仕事？お仕事か。今日火曜日だよね。水曜日だった。時間がよくわからん、日にちがよく分かってなかったわ。あれ、私だけ一日遅れで生きてたかも。そっか、月曜日が祝日だったよ、もしかして。だから私勝手にお休みが明けて月曜日になったと思ってた。そういうことだ。でもね、学校もうね、高校生とかじゃないとね、曜日わからないよ。でもね、最近はありがたいことに忙しくさせていただいてるので、明日も頑張ります。明日も明後日、あ、明日と明後日を乗り越えたらオンラインお話し会ですよね。新しいお洋服が届いたから着たいんだけど、半袖なんだよね。なんかね、その半袖のワンピース買ったんだけど、似合う上着がなくてさ、だから着れるかわかんない。もし着れなかったら握手会できよう。今日さ、昼暑いかったから半袖で行こうか迷ったよね。でも半袖にパーカー着て行った。でも寒かった、帰りめっちゃ寒かった。そららと寒寒言いながら帰ってた。夜なんかそう、こんなに夜冷えちゃうと昼間何着たらいいかわかんないよね。私暑がりだからさ、あんまり着込んでしまうと汗かいちゃうんだよね。だから困る。明日も少し寒い？じゃあ何着ようかな。明日ジャージでいいかな。ジャージ大好き、ジャージ大好き人間だから、最近もジャージばっか買っちゃう。なんかスウェット生地とか大好き。あさっての服はじゃあ可愛いの着て、明日はジャージ着よう。明日はジャージでも大丈夫な予定だから大丈夫なはず。あ、でもちょっと買い物行きたいんだよね。どうしよう、ちょっと可愛いジャージにしよう。じゃあ可愛いジャージにしてちょっとお買い物も行ってこようかな。明後日は可愛い服の方がいいので可愛い服着る。で、しあさってがね、最後のガルコウィンク期間最後のオンラインお話し会なので、皆さん楽しみましょう。あ、そう、このね、次のシングルはコロネツインとかしてみるので、よかったら来てね。来てね。してください。来てほしいです。お願いします。浴衣も着る日もあります。あとメイド服着る日もあります。あとは、可愛い私服いっぱい着たいです。
可愛い夏服たくさん着たいよ。着たい予定です。来てくれるのみんなありがとう。嬉しい。お友達も連れてきてくれるのありがとう。嬉しい。ありがとうね。そう言ってくれてすごく嬉しいです。なんか でもみんなのことはなんかすごい独り占めしたいなって思ってて、でもやっぱりその何束縛するのはあんまり良くないかなって思ってあんまり言えないんだけど、次のシングルは特にです。もう二十歳になるから。二十歳じゃないみたい。いやそろそろね前撮りしに行かなきゃ。ツアーが明けたら行ってこようかな。バイク小僧さん、守りたいこの笑顔ありがとうございます。振り袖は可愛いの着たいかな。でももう提出しました。こんな感じで行きたい。でも あれでしょみんなさ私のとこだけに来てよって言っても1回は行くでしょ違う人のところに。でも悲しいなって見てるけど、見てる本当はね。ようじさん、俺の嫁ありがとうございます。まあでもね嬉しい。おてちゃん以外言ってないよって。ありがとうありがとう嬉しいよ。見ない方が。でも見えちゃったらどうする。でも何も言わないよその人には。別に倒しになってとか言ってるんじゃなくて、でもちっちゃんなんだろうプロフィールとかに私の名前だけとか書いてくれてる人が違う人のとこ行ってたらあれってなっちゃう。
なんでだろうってなっちゃうよ。でもそれ以外の人は、あ、この子も好きなんだっていうのは割と把握してたりするから全然あれなんだけど、ところあの私だけって言ってる人が違う人のところ行ってるとあれってなる。言わないけどね。北えりちゃん、クマありがとうございます。でも操作してしまう私が悪いから仕方がない。すごいみんな俺のプロフィール見られてるかもみたいな、見られてるかもってめっちゃコメントしてくれてる。見てほしいの？でもオンラインで何も、なんだろう、何も決めてなくて、服装とか、服装でも本当に可愛い私服いっぱい着たいけど、ちょっと一個くらい、一日くらいはなんか作ってもいいんじゃないかなって思ったりしてるけど、何がいいかな、何がいいと思います？オンライン、髪型でもいいし、何かコンセプトでもいいし、あとはコスプレでもいいかな。ちょっと着ぐるみは勘弁でお願いします本当に3月に来て汗かいたんだから。いいよ。あ、地雷系いいかもね。あんまり私結構フリフリの服多いんだけど、なんだろう、地雷系、なんかその明日私は誰かの彼女のユアキャちょっと発音変じゃない、ユアキャ、ユアキャみたいな感じでもありかも。あっち系にあんまり私振り切ったことないかも。ユアティア風、地雷系みたいな。うん、ありかも。あとは、あとは
何がいいかな。そう、なんか地雷系みたいなやつ。でもメイクとかはあんま濃くしたくない。ギャルはごめんなたい。何があるかな。セーラー服？セーラー服と機関銃やりたい。でもね、確かに今ユニットで全力反抗期セーラー服でやってるし、いいかも。うん、まるさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。全力反抗期の日とか、おら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 、全力反抗期でなんか南部だけ反抗期とかちょっとやだかも。反抗するのはやだな、みんなに。反抗期のてっちゃん、塩対応、塩対応できない。オンラインかな。でも反抗期会するな。でもさ、知らない人が来たらさ、びっくりしない？でも握手会だったら部に書いておけばいいもんね。反抗期してますみたいなさ。張り紙しといたいけど、オンラインだったらあれだもんね。全力反抗機会、7月14とか、でも反抗期ってどうやってやればいいの？わかんない。ちょっと皆さん、じゃあ何、握手会来た前提でなんかコメントしてください。私がちょっと反抗してみますのでやってみてください。ちょっとお願いします。ちゃんとその日は張り紙しないとね。その部は反抗期してますっていう張り紙しないと。くぅ、今日も可愛いね。反抗期で何て言えばいいの？わからない。どうしよう。ツンデレ、ツンデレか。確かにツンデレ反抗期、あ、似たようなもんだよね。ちょっと待って。ツンデレ、ツンデレお願いします。皆さんコメント、ツンツンでいこう。ツン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 でやろ。
じゃあコメントお願いします。また会いに来てもいいですか？なんで？ちょっと待って。もう一回。また会いに来てもいいですか？え、何？またって何？毎日会いに来てよ。どのコメントがいいか分かんない。ツンツンってなんだろうね。難しい。結婚してください。もうしてんじゃん。こいつんじゃないよね。え、これデブ？わかんない。ツンって何？じゃあもう一回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 。え、全部終わらせる感じ。え、会話する？じゃあ会話してみよう、会話してみよう。会話してみよう。え、なんか切れる感じでいいの？ふてちゃん2番目に好きです。は？なら会いに行くんじゃねえよ。どう？え、これもう会いに来てくれなくなっちゃうかも。こんなこと言ったら本当に会いに来てくれなくなっちゃうかも。はい、じゃあもう一回もう一回。これ無理じゃない？普通にできない。できない。普通にできない。みんなと会話ができない。この分
難しいな。おすすめの食べ物教えてください。蒙古タンメン北極だけど。は？どういうこと？これで皆さん熱々になってください。チャームポイントは何ですか？笑顔。無理。リンリンは笑顔になる、なるさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。じゃあまた私が上手くなったらしましょう。うまくないからいいの？でもオンラインでやりたいかも。オンラインで。でも握手会の方がいいかな。でも張り紙 したいもんね。まあまあまあ、とりあえず7月13日の今日は7月13日のコロネツインが決まったということで、もしまたなんか追加で決まったら ポストします。配信でまた決めるのもいいかもな。明日ワンチャン配信するかも。7月13日ぜひ来てください。握手会五分がおすすめです。五分ね、五分五分。うん、申し込んでくれたの？ありがとうございます。嬉しい。待ってるね、みんなさんのこと。でもツンじゃなくて、ちゃんとツンじゃないから安心してね。ツンはないよ。オンラインなんかオンラインお話し会でやってほしいこととかコスプレあったら教えてください。また髪型でもなんかいいし。デレ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 の回、じゃあツンの回とデレの回
で、だってね、ツンの貝作ったならデレの貝作らなきゃいけないもんね。でもさ、多分知らないで来てくださる人がいるからね、ちょっと恥ずかしいです。常に誰？そう、本当？じゃあそろそろライブランキングをお読みさせていただきたいと思います。じゃあいくよ、いきます。13位バイク小僧さん、ありがとうございます。12位たけるさん、ありがとうございます。11位ゆうちゃん、ありがとうございます。10位ゆみろんちゃん、ありがとうございます。あ、超えちゃった、超えちゃった。もう一回読み直しますね。13位ゆうちゃん、ありがとうございます。12位ゆみろんちゃん、ありがとうございます。11位しゅんごさん、ありがとうございます。10位ふっくん、ありがとうございます。9位りんりんは笑顔になるなるさん、ありがとうございます。8位バイク小僧さん、ありがとうございます。7位マシさん、ありがとうございます。6位まきちゃん、ありがとうございます。5位よしみつさん、ありがとうございます。4位ようじさん、ありがとうございます。3位清水のりさん、ありがとうございます。2位まるさん、ありがとうございます。そして1位はやまじんさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。やまじんさん、皆さん夜遅くまで見てくださってありがとうございました。水曜日もお疲れ様です。ありがとう、いっぱいいろいろね、私の考えに付き合ってくださってありがとうございます。明日も一緒に頑張りましょうね。自撮りとか明日撮ったらまたメールとかビバースで送りつけます。ありがとう、いつも本当にみんなに感謝してます。いつもね、本当に皆さんのことだけ考えて生活活動してるので、本当にこれからもよろしくお願いします。バイバイ、おやすみなさーい。